はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、この段ボールが届いたんですけれども、この段ボールから届いたものを紹介したいと思います。もうすでに出してあるんで、はい、はい、こちらダダンド、はい、セイントセイヤですね。はい、今回はセイントセイヤからセイントクロスマイス EX 先人アレス、はい、こちらをね、開封したいと思います。セイントクロスマイスシリーズ自体の開封は初めてかな、動画で紹介はしたかもしれないけど、開封は初めてかもしれん。はい、一応ね、これはセイントセイヤのセインティアショーっていうねアニメが、元になった、オリジナルキャラですね。はい、まあセインティアショー自体が、まあ、外伝的なやつなんでね。はい、でこれはね、ジェミニのサガです、元は。はい、ここにもあります。掃除の黄金の殻を脱ぎ捨て新世界へ降誕した闘争の神っていうことでね、ジェミニの悪の、心の方が、こう現れてね、アレスになったと。はい、私見てないんですけれどもね、おそらくそんな感じでしょう。はい、裏はこうですね。はい、いやーボリューム感あるねこれね。でクロスにするとこういう感じ、かっこいい。で表情パーツはね、通常顔、微笑顔、高笑い、目閉じ、はい、で黄金のリンゴ、はい、で剣も持てますということでね、もう本当ね、すっごい気になるんだけどな、アニメ。でも見れないっつうか、どうやって見ればいいんだか。はい、いやーすごい、結構ね箱は大きいんですよ、横に長いっつうのかな。はい、はい、という感じでね、今回はね、まあほんとねこのシリーズはねあんまり触りたくないんですよ。結構メッキなんで、結構ね油分とかねついちゃうとねもう汚くなっちゃうんでね、必要最小限のパーツだけを出してくっつけて、ポーズを飾るだけにしたいと思います。なのでね、まあ、はっきり言って、いろいろいじったりはしません。はい、あれつけてこれつけてとか、はしないんで、もう飾る時のやつをもう想像してるんでね、そのやつで、組み立てたいと思います。なのでね、多分お見せするのは多分全部ではないと思います。まあ一応ね、この後ブリスターの状態だけを、一緒にね、見ていきたいと思いますが、実物のね、本体は、まあ一回引くぞ。はい、一応ね、ブリスターの状態まで持ってきましたので、見ていきましょう。まずはね、説明書、こちら。はい。もうクロスのやつですね。はい、こんな感じで、結構3層になってますね。これは、まず第1層目が、素体ですね。はい、まあ、大体これでもう本体は組み上がるくらいのパーツは入ってますかね。うん、でこれが一番上で2番目、2番目はあれですね、クロスを飾る、クロスパーツみたいな感じですね。素体つうか、こんな感じですね。いや結構ほんとメッキ感が強いなこれ。
で、一番下の3段目がこちら、はい、マントと、翼。いやこれでかいなあ。うわーでもすっげえ金ピカピン、はい、という感じですね、はい、ではね、早速、もう組み立ててね、作っちゃいたいと思います。はい、一応ね、組み立て終わりました。ではね早速見ていきたいと思います。こちらです。じゃじゃん、まばゆい、すっごくまばゆい。どうですこれ、いやめっちゃかっこいい。ピッカピカしててすっげえなこれ。豪華さが半端じゃない。いやー結構ねやっぱねメッキとかねこうここら辺のパーツとかね結構ちょっと油っぽくてぬるぬるするんですよね、このフィギュアの特徴としてね、うん、まあ本当はね手袋をしてやるのが一番いいんですけれども、うん、まあ自分のフィギュアなんでね、どう扱おうが、自分の勝手でしょということでね私は素手でやってますけどね、はい、いやすっごいなこれ。一応もう ポーズはもうこれを固定として飾ろうと思ってます。なんかね いろいろ組み立ててやってたらなんか自然とこのポーズになってたんですよねでうわこれかっけえと思ってこのまんまにしましたはい、ポーズをつけようとしてこのポーズにしたんじゃなくていろいろとね組み立ててたらこのポーズになってたっていうねはい、いやーかっこいい。一応ねこう寄りでちょっと見てみたいと思いますけど、一応ね目は、閉じ目にしましたね、はい、閉じた目。今までね、サガシリーズは全て目を開けてる状態のを飾ってるんで、これは目を閉じて飾ろうっていうのをね、前々から思ってたんで、これにしました。まあ、叫び顔とかね微笑とかね、そっちも良かったんですけどあえてですね、結構叫び顔とかねあの微笑顔とかつけてる人が多いと思うんでね、私はちょっと変えてみたいと思って閉じ目、はい、こちらにしました。いやすごいかっこいいわこれマジで。一応ね台座はねあのこのなんかクリアのなんか専用の台座にしてるんですけど、本当はね、EX ゴッドクロスシリーズのやつを買って飾りたかったんですけど、今ね手元にないんでね、コンテナの方にあるんで、取りに行かないといけない。とりあえずこれで飾ってますけれど、はい、いやすっごいわ。もう羽がねほんと豪華、ではね、まあ一回転ね一応背後とか見たいとは思うんで一応ね回転台座に乗せて、今回はお別れしたいと思います。ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。